はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。ファイアエムレムですね、続きやっていきたいと思います。で、こやつをまず仕留めちゃいたいなと。はい、ファイヤーの人でね、一撃でいけそうなんで。はい、で杖、高い、高いと強いからね、やめときましょう。120ね、あーどうしようかな、盗賊だったらいいんだけどね。おお、行きましょう。はい、盗賊だとねラッキーなんですよ。まあ向こうの攻撃の方が早いけどね、そんなに高いな。はい、どう近づいてくるかだね。あとは、ああ援軍来ちゃった。そう、弓矢隊になるんでね。まあ4ですからいけんことはないね。おお、素晴らしい。
行きましょう。鋼のやり。安いの。ああ820か、微妙やね。ああまあないとか、ダメだ。やめましょう。はい、ストップストップストップ。絶対与えられないからね。キンキンになるよねこれ。はいはい、やめましょう。倒せん的にね、挑んでもしょうがないので。はい、子さんです。はい、これで、一旦ちょっとターン終了にしましょう。ああバンバン来るな。ゴードンピンチ。ああ素晴らしい素晴らしいけど、そいつが来ちゃうんですよね、ゴードンに。危なーい。まあ弓矢対が2つだからちょっとマシかな。これで仕留めてくれると思うんですけどね、ハンターなんで。はい、来ましたね。まあここで構えても悪くはないんで、ちょっと2歩上がりましょうか。はい、ライブの杖がね、なくなりかけてますね。720、微妙やね。魔導士とかのレベルになるんか。行ってみましょうか。うん、レベル10ですね。
いってみましょう。やばかったらね、下がりましょう。一発で決めてくれ。よいしょ。まあソシャルナイトが次来るんでね、ちょっと押し返せる場所までね、来たいですよね。まあアーマーナイトがこんだけいるのはちょっと厳しい部分はありますけどね。ちゃおうか、鋼の槍でね。とりあえずね、傷薬を。はい。で、780微妙。これまで経験したことないですね。行ってみるか。ペガサスナイトね。780ペガサスナイトの9。はい。
ましょう。微妙。ああ、うまい。あんまり多いとね、ちょっと押し返せなくなっちゃうんでね、そこだけ気をつけないとダメですね。下がりましょうか、ちょっと全体的に。ああ、戻ってるね。はい、龍石で。カシモさんまだいけるね。ゴーゴンさんは薬を持ってないから1個もらっとかないとダメなんでね。で、塩。これで OK ですね。で、あとは闘技場ね。いや、これは無理。760は経験ないのか。一回行ってみましょうか。魔導士のレベル11。半分以下になるようだったらちょっとやめた方がいいかもね。ああ、一発素晴らしい。ああ、10になっちゃった。はい、ではこれでターン終了してちょっと様子見ましょう。確かね、ある程度で信号が止まった記憶があるんですよ。
入ってこなかったね。もうちょっと入り込んでくるかな。あ、そっちか。はい、それではここですいません、終了したいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。